切ない顔まで消してほしい。
皆さんどうもありがとうございました。キンチェリです。いかがでしたか、スパークリングチェリーメドレーということで。うん、どうしてもやりますチェリーです。はい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 、そうね、だってさこれやんないとさなんかなんかさ、な俺がなんなんだよだどうしてみんな裏切るかの。いやいやいや、なんか微妙な、いや今回ね、1周年、キンチェリー1周年ということで、1周年なんだ。1周年なんですよ、1周年。長いことやったね。そう、長いことやりましたね。で、アルバム、スパークリングジェリーのアルバムの、ミラージュとロキシーからメドレーをお届けしました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ました。すいません。まあ、このキンチェリーが、まあ、コロナのね、ウイルスの関係で、こう、生でライブができなくなったっていうことで、きっかけでね、キンゴさんがここのスタジオ使えなよっていうところから始まったキンチェリですけど、でもこの1周年っていうのはさ、めでたいようでめでたくないんだよね。こんだけまあほら続いてるってことだからさコロナ君がね、うん、そうですね、そうでしょ、だから、うん、これがだからコロナ関係なく楽しく続くといいよね。うん、めでたく1000人だったらね。そうですね、身体考えますけどね、でもこれがさ、ご縁ででもなんか一緒にやることになったからね、え本当にご縁でね、今度キンゴさんのプロデュースでアルバムも出すことになって、まあ俺もほらなんかこういろいろこう巻いたわけだったんだよね、こうやって、ね、うちでやれよっつってなんか恩着せといて、うん、その最終的にはプロデュースしてくださいぐらいまでのことを言わせるみたいな。なし崩し的になってる。そうそうそう、なし崩し的に知らない間になって、あれはそうだ、俺なんかやらなきゃいけないんじゃないのみたいな、そういうところに。いやでもね、私たちすごい勉強になったよね。なんかその今まで の自分たちの楽曲でも目から鱗のことがたくさんあって、すごいなんかね、あこれ一緒にアルバム作りたいっていう、こう恩着せかましくじゃなくてね、ほとばし散る思いがね溢れてきたましたよ。じゃあ今度のスパークリングジェリーのね、はい、アルバムはですね、はい、昭和レトロでいきたい。だって俺たちが昭和レトロになっちゃうんだ。昭和レトロ？ね、ね、なんかこう街灯がこうポッとこうなんかクリってその下でなんか半ズボン履いたの夕焼け。それ戦前じゃないんだ。いやいや俺の子供の頃そうよそうよ。戦前。暗くなると自分で近くのあれポチンってつけに行く。タイガーマスクじゃないですか。ち、ああそうそうそういうそういう感じよね。ミヤちゃんはほら関西の子だからまたちょっとノリが違うかもしれないけど。俺はほら新宿だからね、でも新宿でもほら土がいっぱいあったようなね、だから そういうところで育ってるから、やっぱ何俺のシティポップスって言われてもこれはやっぱなんか昭和レトロレトロね。いやそれで僕が育ったところもだってイノシシ出てたからねえ、じゃあ一応なんかおしゃれなシティポップ のフレーバーなのにな。ちょっとまた俺変な話に言っちゃった。はい、という感じでなんですけどね、はい、ぜひ、リリースを楽しみに待っていていただければと思います。以上、はい、はい、しまった、はい、ではまたお楽しみに。どうもー。